ございます。ルール説明します。初日1週目口頭 CO、2週目からチャット CO 解禁です。チャット雑談、チャット考察、わらわらチャット、そういうのは一切禁止でお願いします。配損条件は、嵐がいた場合は、嵐陣営の負けとしますので、その場合はフルオープンで皆さんお願いします。あと、役職外は禁止でお願いします。あと、誹謗中傷暴言も、控えてください。質問ある方いらっしゃいましたら、準備完了ボタン外して質問どうぞ。はい。じゃないようなので始めさせていただきます。楽しくよろしくお願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。ということで、これ人気だよね。夜が更けました。ヒロタン式が始まれば、ヒロタン式勝利の方です。人狼を行ってください。はい、お願いします。すいません、なんか私久しぶりなんでどんな感じか忘れちゃったんですけど。ああ、じゃあまあ負けでもいいんで、もう負けだと思ったら自爆してもいいよ。うん、大丈夫、気楽にやろう、はい、気楽にやって、負けて当たり前だと思って、はい、負けていいんだから、うん、気楽にやりましょう。だって俺例の出るから、多分9番さんの耐えきれねえから、もうやめよう。うん、ゲームしたふりはして終わろう。夜が明けました。監視用盤面作れれば出るけど、昨夜は誰も死にませんでした。多分キューバさん無理だと思うわ。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。そうですね、例のですね、ヒロちゃん例のね、みんな大好きヒロちゃん例の、やっぱりヒロちゃん例のでね、素敵だよね。もう可愛い女性の色しか見えないからね、全部白ね、真っ白すぎてね、雪のように真っ白だと思ってる。まず例のの仕事としてはグレーの色みたいね。本来はね、狂人の色なんか見ても、対抗狂人の色なんかね、どうせ白でしょ。グレーの黒の色みたい。または、だったら狼が何で出るか、占い。占いだったら2分1、50% で黒が出る。この精査さえできれば、村は圧勝できる。それができなくても、狼がすること、囲う、肩白。肩白で手を抜いてるやつも、グレーに含めていいと思ってる。俺は一周目からね、グレー釣りありだと思う。だけどね、ヒロちゃん、レイノはもちろん生徒に意欲がない。うん。しょうがない。うん。それはね、レイノの役目だからね。釣られるの覚悟してる。かっこよく釣られたい。そして女性にね、かっこいいって言われたいね。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営でした。私がレイノです。もう対抗出たんで出ますね。私、レイノ者です。はい。まあそうですね。まあどうしてもね、釣り切りにはなると思うんですけど、せめて今日だけでも一人ちょっとね、グレー色見してくださいって感じですかね。うん。まあそれはちょっと2周目でバシッと、色見たいですっていうのを言うようにしますんで、まあ順番だけをちょっと、明日までに私の猶予、生きる猶予をくださいって感じですかね。はい。まあ、ほぼほぼ2番さん表示だと思ってますね。はい。例の飲める、地図に飲めるんでっていうところで、まあ、表示かなって普通に思っちゃいます。まあ、そんぐらいですかね。はい。まあ、例の役目、一人、色見せていただこうと思ってます。よろしくお願いします。4番のプレイヤーが発言します。あ、はい。皆さん一周目よろしくお願いします。私、村人陣営で役職あります。霊能です。2番さん、3番さんから釣っていきたいと思っております。とりあえずね、2番さん、3番さん釣らないのかな？僕が真の霊能です。ということで、2番さん、3番さんを釣って、僕を釣ってくださいって感じですかね。まあね、霊能はね、2番さんが発言してたようにね、命が短いので、とりあえず2番さん、3番さんを釣れば多分、釣らがなければ、狂人と狼が2匹出てきてますって感じですかね。はい。ということで、とりあえずね、占い師さんも、ね、まだこっちの方がいいのかもな。とりあえずね、明日かな光は、最終日までは行くってことになるんだ、理論的には。スタンドはね、潜伏の方がいいと思うんだけど、あとはなんとか、最終盤面で、まあ、負けるかな、もしかすると。でもまあ、最終日までは行くよ、これで。スラがなければ。のプレイヤーが発言します。あとは伸び伸びやって。
9番さんの経験は、久しぶり。でも、そうは分かんない。ああ、ちょっと離れてたのね。出るべき盤面じゃないと思う、ね。離れてたのね。普通に偽かなと思ったんですけど、ただ3番も、ロラされるんだよな、うん。もしかすれば、対抗は勝てるかもよ。思うよって言ってるんだけど、もしかすれば、なんだ、自信がないって言われるのに、勝てるかもよ。ロラの意向だったらグレーの色は見えないし、たとえそれがグレーじゃなくて2番さんを釣ってくれるの間違いだったとしても、強靭で見てなったら2番さんの色見ても白しか出んくねって思った。4に関しては2釣って3釣って俺釣ってくれって言うけど、2で3で陣外釣れるのに自分を釣られていいんだってか感じですけどね。2、3、4でロックしてますって発言も謎なんですよね。4番微妙ですね。あまり新要素っていうのが3人とも見受けられないドングリの背比べですね。はい、まあ本当に3人ともこのままですらなかったらこれ釣り切りで2陣外釣れるっていう美味しい盤面なんですごく嬉しいです。はい、回します。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっと5番さん発言中に接続が瞬断してしまって半分ぐらい聞けなかったんですけれども、そうですね、霊能者3人って言ったところで、正直もう午後から釣っていくっていう形がいいのかなと思ってます。で、まあちょっと2、3、4って言ったところで、まあ1周目なのではっきりどうっていうのは言えないんですけれども、はい、ちょっと一番最初一発目に2番さんが霊能者、そうですね、霊能者で出てきたって言ったところで、まあ、初っ端から出てくるっていうのはあるのかなっていうのはちょっと思ったところです。もう正直、まあ、そのくらいの印象でしかないので、誰がっていう決定的なもう決め手っていうのはかけてます。2周目聞きたいと思ってます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。ああ、霊能さん使用場面初めてだな。まあ、2、3、4、どっからでもいいと思ってるし、基本なは、偽っぽいところから順番に釣っていこうかなって思ってますね。この盤面で行くんであれば、で、この後占い師、近くするんであれば、まあ、霊能からロラで手をかけようと思ってます。正直、2、3、4の精査つかない。5番さんが言った通り、なんか全員が全員、新っぽくは見えなかったかなってとこ。で、現状だから、まあ、2、3、4にこの狼がいる場合って、5番さんっていうのは結構白いのかな。もうはっきり釣り切る発言までしてるからってとこ。6番さんが釣り切り発言したかどうかってのはごめん、ちょっと聞き逃しちゃったんだけど、まあ、どっちにしろ、まあ、6番さんに関しても、まあ、仮にどうだろう。まあ、2周目かなとは思ってるしね。まあ、2、3、4に仮に村瀬がいて、占い師近くしてグレーから行くってなった場合、村瀬した霊能から釣ろうかなとは思ってるかな。村瀬は本当に濁るから、村瀬は大嫌いなのでって言っておきます。はい、8番さん、どうぞ。8番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。霊能さん CO、 うん、もうよくわかんなくなってるよ僕は。霊能者さんってあれなの、そんなになんか生存意欲ないものなの？うん、なんか5番さんも7番さんも言ってたけど、なんか2、3、4全員なんか生存意欲というか、2番さんに関してはもう別に釣ってくださいって言っちゃってるし、うん、なんだろう、うん、3番さんに関してもなんか、うん、ロラ、4番さんに関してもロラこれって村スラあんのかな。7番さん村スラから行きたいって言ってたけど、正直もし村スラがあるんだったら、うん、霊能釣り切りでいいと思ってる。うん、村スラした人、うん、どうなんだろうな。まあ正直僕も村スラは嫌いだけど、うん、村スラ釣りたいっていう気持ちはわかるけれども、それだったら別にもう村スラ行くんじゃなくて普通に霊能釣り切りでいいんじゃないかなとは僕は思ったけど、どうなんだろう。まあその辺は2、3、4しっかり発言聞いて決めてっけ。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。霊能が3人ちょっと初めてなんでどうしたらいいのかなっていう感じがしているんですけど、3仕様だと釣り切りになるんですかね。まだ誰から行くかは決まってはいないんですけど、まあ、陣外2人ぐらいは釣れると思うんで、スラがなければ、霊能ローラーでもいいんじゃないかなって思います。でも2番さんは釣ってくださいって言っているので、強靭じゃないのかなってちょっと、思っています。まあ今そんぐらいかな。もうちょっと発言を聞いて次する人決めたいと思います。
1番のプレイヤーが発言します。1番占い師です。3番さんが乱しろ、3番さんに乱しろ刺さってます。ということで今日はあれがなんですよね、霊能 3CO は自分も初めてなんで、ただ自分的には3番はマックス強靭なので優先順位は低いのかなと、釣り順のね、そう盤面的に、4が強、2がローって感じなんですが、4がローだとしたらここで出てくるかなっていう、だから新ロー1、あ、新強1ね、で全く2、3、4もロラしてくれって感じなんで、正直精査はつかないんですが、グレーにも触れると5番さんはとてもいいと思います。2番のプレイヤーが発言します。占い師って誰？わかんないけど1番でいいの？1番の話あんまり聞いてなかったけど、4番はローで置かないの？この3、4番面作ってローで出てラストウルフの駅残れば勝てんだよ。占い3種と同じ原理。その新ロー1でしょ。強靭で出るとしたら何やってんのって感じだね。3番がもしローで4番強靭だったら。まあ、俺を強靭だと思ったんだ、強靭だと思ったんか？これ。ローだと思ったのか？俺を。っておかしいよな、それな。変だよな。まあ、俺は4番行くよ。普通に考えて3勝の3番目ってのはローの位置だから。ところでね、1番みたいなミスリード引き起こす。で、勝手に俺をローと置く。いや、俺つっていい、俺釣られていいっていうローってどこにいんの？437にヒロちゃんにロー、黒の色出したってね。そんなの偽だからね。俺は白しかありえない。とりあえず、3番、4番、ちゃんと釣り切ってね。2、3、俺は4行くよ。3番のプレイヤーが発言します。4番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いしますってことでね、はい、とりあえず3番さん強靭です。1番さん言っときます。3番さん強靭、僕が真の霊能です。まずね、僕がね強靭だったとしても老だったとしてもねとりあえずの2人出てる段階で出ないでしょって感じなんですけど、まあそれで芯が取れなかったらローラしてください。5番さんにはそう言っておきます。芯が取れ、生存意欲が逆にね強いとね、たまに釣られることがあるんで、あえて2番さん、3番さんがね生存意欲ないので同じような発言したんですけど、それが裏目に出たでしょうか。ということで、まあとりあえずね、僕目線は2番さんの3番さん強靭なんで、とりあえず2番さん釣って、まあとりあえず1番さんはね、黒だ、どっか占って出してくれるのを期待しておきますってとこですかね。まあ、1番さんがだって3白ですよね。で、1占いですよね。ということで、もうとりあえず1番さんのナイス占い期待しておきます。ということで、とりあえず僕は2釣り行きます。2釣りね。で、とりあえずね、3番さんもね、2に行ってねって感じかな。僕釣るのかな。どっちがどうなんでしょうね、3番さんねって感じなんですけど。はい。ということでね、発言ね、失言がないようにね、多分スキップしてると思うんですけどって感じなんでね、もうとりあえず3番さん強靭、2番さんローということで、僕的には2釣りを本当に皆さんにお願いいたします。で、7番さんがね、ムラスラ釣りって言ってたんですけど、僕はそれ 8番さんの方が共感なんですけどね、普通だったら霊能ローラーでしょって感じなんで、僕は8番さんはムラだと思っております。以上です。5番のプレイヤーが発言します。1番どこ占い？そうですね、本当にすらないですね、マジで。ちょっと笑っちゃったんだけど、とりあえず3に白は出てるんで、今日詰めるのは2か4かって話なんですけど、さあどっち行けましょうかね。もう1番3の決定権でペンペンペンって決めていいですよ、正直。3人釣り切りは2人間なんでね、人狼と狂人両方落ちるってことで、はい、とても嬉しい盤面じゃないでしょうか。3番が発言しないのは痛いかなって思ったけど、そんなに痛くないのかな。ただ4番が最後出てくるのってのは、まあ4強で出てくることはないよな、100%。それは思った。ただそれだけなんだよ。本当に生存意欲ないね。ないよね。マジで。
どうしようかな。それ以外の考察しますか。でもそれ以外の考察できないんですよね。霊能に対しての考察しかしてないからみんな。はい。ということで、もう1番さんに全てを任せます。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい。正直気持ち的にはですね、発言されなかった3番さんに行きたいんですけど、まあ論理的に考えると、まあ3番さん、白を出てるのということで、まあ2か4かっていうことになってきますと。まあ、正直もう2も4もどっちが怪しいかっていうのは、まあなんか正直よく分かってないところ、よく分からないと言いますか、判断できないところでございます。うん、悩みますね。まあ、1番さんに向かせるっていう5番さんの話もありましたけれども、ちょっとあれですかね、2番さんちょっと向きになってたかなといったところで、フラットに、まあ、この今の状態だったら2番さんに入れるかもと思いました。まあ、ちょっと正直わからないですが、はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。まあ正直ちょっとミスリードだったら申し訳ないんだけど、5番さんはもうほぼほぼ俺は村だと思ってるから、1番さんには6、7、8、9でどっか占ってもらいたいかなって思ってる。かな。で、3番はあって今日なんだから、もう2、4釣り切って、置けば確実に狼1匹釣れるわけだから、その間に1番さんが狼見つけてくれれば、まあ3はもう放置でいいんじゃないかなレベルまで思ってるけど。正直まあ1番さんは4番が強か真って言ったけど、俺も4番っていうのは真かローだと思うけどね。ただ、LINE で見た場合って、唯一4番さんがその8番さん、俺が言ったのって、その2、1番目、占い師1人で霊能2になった場合って、テオリーだとグレーから行くんだよね。まあ、霊能から行くパターンもレア系であるけど、その場合になった時って、例えば仮にその2番が紫だしたら俺は2から行くよ、グレーからだったらっていう話だったから、まあ、唯一こう4番さんがその8番さんかばったのが唯一の見えた LINE な気はするけど、まあ、2、4は釣り切るんで、かな。まあ、2から行こうかな。まあみんな2からって言ってるし、そこは合わせようかなと思います。表に関しては。まあ一番さんに合わせます、そこは。2、4、どっちか行くかっていうのは。うん、どっちでもいい。9、黒出れば早くゲーム終わるから、俺的にはどっちでもいいんだよ。回します。まあ、8番。9、黒が初日、2日目に出なければ4日目まで行くなっていう。はい、お願いします。出れば負け。うん、そうだね。うん、3番さんに白出てるんでしょ。2番さん、ちょっと気になったんだけどさ、あれ僕の勘違いだったら申し訳ないんだけど、2番さん目線って、1番さん、占い確定してて3番に白出てる時点で2番さん自分が死んって言い張るのであれば、3強人の4ローでしょ、それを2番さんって4強人あるのって言わなかったっけ。あれこれ1番さんが言ったんだっけ、僕の勘違いかな、わかんないけど、その辺でもう2番さんってもう自分の死ん捨ててるんじゃないのって思ったんだけど、なんでもこの発言からして僕は2番さんから行きたいかなって思うかな。俺の勘違いかな。あれ俺聞き間違えたんかな、わかんないけど。はい。なんでもう、うん、7番さんも言ってたけど3番さんに関しては放置でいいと思ってる。マックス強でしょ。うん。強人なんか正直放置でいいから。とりあえず2釣って、4釣って、でまあ1番さんにはもう5から9どっかしら占ってもらってでいいんじゃないかなと思ってるんだけど。違う？うん、まあ確かに5番さんは結構なんだろうね、発言も伸びてるし、うん、まあ2、3、4の精査うんぬんかんぬんで、うん。早くできれば終わってほしいんだけどな、早く9なんて終わってくんねえかなと思ってるところもある、ほ、うんとこの。どうなんだろう、合ってんのかな、合ってんのかな。疲れたわ、もうよ。強人がセンスなんだよ。行きます、うん、2週目でいいだろ、別に2日目で。で、で状況見るのが占いにいいだろ、なんで例の出てくるの、これ。うん、強人人狼これなんで霊能で出てくるの、もう。振動だと。振か老かだと。占いで出てくるんだよ。なんかな、またはさ。とりあえず、はい、僕は2番さんいきます。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい。3番さん、マックス強人だからほっといて、2、4、両方釣り切っちゃえば一人狼は釣れるんじゃないかなって思っているんで、私は1番さんが入れる方に入れたいなって思いますね。そうだな、なんか、他、結構みんな発言が良すぎて、誰がろうかちょっとわからないような感じですね。
まあ、とりあえず今日は1番さんが、決めた方に入れたいと思います。1番のプレイヤーが発言します。2番から先に行きましょうか。そうですね。強靭だったら出づらい、出ないのか。4番さんは。じゃ、新郎一ってことですかね。で、じゃあ、2から行きます。で、グレーなんですが、ちょっと、9番さんぐらいの位置だったら、ちょっと触れてほしかったんですけど、まあ、そうですね。5番さんは確かに白い、一番白いのかなって。で、それを言っていた7番さんも時点で白いのかなと思ってます。今日は2で。全プレイヤーの発言が。その疑いにはどんな根拠があるのか。おいしょっと。あれだな、ほんと。早く終わってくんねえかなって思う。ドジバックしてくんねえかなってぐらい早く終わってほしい。けどまあ、戦えるんじゃない、まだ。3番がな、これで動かないでほしいんだけど、ほんとは。ほんと余計な動きして。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。俺の相方はどこにいんの ?1 番。5、7をなぜ、あ、4番、ローだよ。だって簡単だろ。どっちかが狼なのに、どっち、俺全員押してんだぞ。なら4番に決まってんだろ。何か捏造したやつもいるし。1番の占い先が分からないで話してますとちゃんと言いましたけど、三四郎とは分からないで話してたんだけど、何か矛盾があったっけ?みんなそうだよね。なんか一人熊のぬいぐるみが捏造してるしさ。6番も6番何か怒っている。あ、そこだ。怒っている。怒ってる方が死に決まってんだろ。いい加減にしろよ。君たちは票変えなきゃいけないでしょ?なぜ票変えられなかった?全員が押してる時点で俺のローはないんだよ。ただ4番はロー打ってく。4番は狼だから。あと5、7。できる風味してるけど簡単に俺を押そうとしてる。そりゃそうだ、そうだろう。相方なんだから。5、7の白ロー追わないでどうすんだ、1番。あと9番さんもふわふわしてるけど。俺さっぱりわからん。全員が。本当に5、7をこう決め切っていいのかなと俺は思ってる。だないと1番負けるぞ、本当に。グーネネヘイシロって言って、大体負けるんだよ。負けるときには白狼だよ。4番の相方っていうのを考える誰なのか。4番は間違いなくローを出す。偽物だから。それだけ。全員が俺を推してるイコール、俺、村でしょ。つまり死んだよ、俺が。3強4ロー。占い先がわからないまま話してる人間なのになんか占い先、そこの大事な部分を聞かないで俺が出現した。俺は何ら出現してないからな。そこは謝罪しなさい、しっかり。熊のぬいぐるみ来てる場合じゃないよ。ヒロちゃんに間違いはなかったよ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。てか早く終わってくんない?もう。なんでこの占いで出ないんだろう。もう占いで、占いさん仕様を作ってればまず優先順位占いでしょ。何その霊能で出るもう狂人って。もはや意味不なんだけど。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、6番、発言します。7、すいません、7白って言ったところで、2黒って言ったところで、いきました。まあ、占い師さんが7白って言ったところで、もう私は7白で信じたいと思ってます。まあ、そうなると、まあ、3番さん、強靭4番さん、黒って、まあ、仮考えたときに、まあ、自分と、8、9って言ったところが、まあ、怪しいっていうふうになってくるんだと思います。ただ、私はもう、村人って言ったところで、まあ、自分はこと、まあ、分かってるって言ったら、まあ、信じてもらえないかもしれないですけど、村人だっていうふうに分かってますので、まあ、8か9かどちらかに、まあ、黒がいるのかなっていうふうに考えています。
まあ、どっちで言われるとはっきりしないですけど、まあ、9番さんの発言伸びてなかったんで、まあ、どっちかって言われたら9かなと。ただ今日は4行きたいと思います。以上です。7番のプレイヤーが発言します。まあ今日は4番さんから行くんですけど、ちょっと6番さんの精査がよく分かんなかったかな。9番さんが発言伸びてないから9かなっていう、その9狼要素、じゃあどこ2が狼だった場合の9のラインはどこ、4が狼だった場合の9のラインはどこっていうのをちょっと気になったかな、6番さん。で、あと俺もう白もらってるんだから、白だと信じたいじゃなくて、俺はもう確定白なんだよね。6番さんの精査ちょっと引っかかったかなと思った。いいシーンだった気がするなってか、2番さんの遺言がちょっと面白すぎてす。うん、すごい面白かった。うん、死んだったら大変申し訳なかったかなと思ってるし。いや、俺、狼。ごめん。9番のためにやらなきゃいけないくせだ。9番のために、ちょっとでもやらんといけないんだよ。安全に死の占い師を釣れればいいだけだ。死の霊能を釣ることが絶対条件だから、勝つための。そうね、どんずり、4が死んだのか、強人なのか分かんないけど、強人だったらマジでセンスとかけらがないっていう。レベルだぜ。まあ、それ黒く8、9、6からないわ。占いしかないだろ、占いかするかな、今の発言で。8番のプレイヤーが発言します。ご主人も釣るっていう真似はもう、もはやもう、あれだね。はい、お願いします。占いで出ないと。まあ、2番さんがもし死んだったらね、2番さんがもし死んだのであれば、ごめんなさい。正直、捏造したつもりは全然ないんだけどね。大丈夫だ。俺、狼だから。その1番さんの発言を知らなかった。謝んなくていい。冗談に決まってんだろ、そんなのこと。なんかそのさんの最後のパッションで4番をすることこそ、このゲーム勝つための方法だ、うん、いや。はい、そうだね。とりあえず僕、はい、4いきますけど。うん、3、4が2黒。うん、まあその辺はちょっと、うん、現状信用できないよねってとこ。とりあえずまあ4いって。でまあ僕目線6級に、もう一陣路。うん。なんでまあその辺で6級、どっちか釣ればって話。でまあ6番さん目線、8級に一陣路がいるの分かってるんだったら、うん、なんでそこ言わないのって話ね、6番さん。で、9番さんが発言伸びてないから、9番さん、怪しく見てるって、僕も大概伸びてない気がするんだけど、そんなことないのかな。僕自分でも全然なんか分かんないばっかりで、全然伸びてる自信ないんだけど。ただ、それを差し置いての、9番さんが発言伸びてないから、9を釣る。9を怪しく見るか。うん、その辺でも6番さん、ちょっと怪しく見えるのかなと思った。うん。まあ、この後9番さんの発言聞いても、6級の精査はしていくけど。はい。とりあえず4つって、6級どっちかってところですね。はい。9番さんの発言聞いて、その辺は精査していきます。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。今日は4釣りで。ね。で、そのもう一つって、あともう一人、まあ6、8にいるわけなんですけど、やっぱ6番さんが私発言伸びないから、私ってなってるんですけど、まあ、ほんとそれはもう発言伸びてないのは本当にすごい自分でも分かっているんですけど、それだけでする人狼とか言われると、最終盤までグッから、行かねえか。明日決め打ち？どうしたらいいのかな。意思経由するのか分かんないけど、明日決め打ちレベルで意義残れば、うん、もう2番の強人にかけるしかない。発言が少ないだけで。これ、3強人だったらマジで3死4目で出る。ねえのって、もはや意味分かんないからね、強人で。うん、つって。6、8に一陣路釣れるの。もうなのでね。今日は4釣って、もう3番がもしね、4番か。強人だったらちょっと違うからね。例のであって、占い出ててね。そうですね。今日は4釣り一択で、遺言的にも。心霊のさえ釣れればいいんだ、俺の仕事は。ぶっちゃけで。あと、9番さんが占われなければいいだけ。ね、あとは9番さんに任したスタイル。あれで死んじゃなかったら、すごくないっすか。申し訳ないね。パッションだよ。9番さんのためにやった。本当ちょっと面白かったっすね。独特のリズムがある人。冗談言ってんだから。うん、俺が狼でさ、9番さんのためにやったんだ。現状、そうですね。チームのためにやってるだけで。6の。なんとか新っぽく見せて4番を作らせないとね。この勝負ね。4番決め打ちされた場合のみ終わるから。うん、4決め打ちの場合だけ終わる。6が、うん、黒く見てくるから、ね。4番強人かしんねえけど、もう釣るしかないんだよ。現状自分は8番さんを次、占おうかなと思ってます。うん。8番さん、占います。今日は4。3番
のプレイヤーが発言します。はい、すいませんでしたね。ごめんなさい。ファミリーフラッグ、フラッグっていうやつですね。はい、本当申し訳ないです。まあ、2番さん黒だったんで、普通にまあ4番は標準で、まあ置いてて、普通に借り出しのフレーズ目が僕目線は強いんですけれども、まあ、それ飲めないんだったら別に4番さんから言ってもらっても結構ですってところですかね。でも、ね、農産使用する、はい、標準がいだろ、これも。まあ、昨日ね、言おうとしたこと言うんですか、普通に、占い、霊の参照になった時点で、あと、グレーに妖怪絶対いるんですよね。で、そのグレーの動きって絶対占いにするようなんですよ。か、もしくはそういう、なんだ、結構目立つような発言してこない。どこを白置きしたりとか、どこを黒く見るとか、あんまりしてこないと思うんで。だから、昨日、白く見てたって、まあまあ、結果論もそうなってるんだけど、ってなると、689で、そうだな。でも、この週の2週目では、皆さんちょっとね、6996はいいよね、やってるよね。8番さんっていうのはやっぱ浮いてる位置だから1番さん占うっていうのは全然ありかなと思ってますかね。はい。まあでも8も若干6怪しんでたのかな、わかんないけど。ってなると。もうね、割り切ってたら、ね、8、9が6か。4番か。4番強制で、うん、そうですね。まあどっちか見たらいいんじゃない、8か9って感じですかね。狼をね、困らせてる行為だからね。そうなると6番さんが俺あんまり怪しく見えなかったっ。さっきの俺の狂人みたいにセンスよく狼に黒つけるんだから、ね。狂人でもいいなら4番さんに言ってください。ブラインで出た狼に白つけるっていう技を使うっていう。4番。そうだったら役に立つけど。発言します。これ狂人でやってるとしたら間違ってるけど、狼だと思うんだけど。はい、2日目よろしくお願いします。ということでね。うん。2番さんは、本当に、人狼なんです。はい。もう、面白いぐらいの融合でパッションのあったですね。面白かったんですね。シロちゃん、ちょっと好きになっちゃったって感じなんですけど。まあ、とりあえずね、一応、9番さんのためにやっただけだから。チームのために4番を釣ることが絶対条件だから、勝つために。ね、安定進行でね、別に。4釣りがないと、でも4強だったらね、やっぱりまずいと思うで、4番。でも、ローためにシーンになってほしいけど。そこでね、占い師さんがね、ちゃんとバシッと黒を決めてくれるとありがたいんですけどって感じなんで。4釣りが絶対条件だね。本当に真の霊能だ。だけど、3番がなんで黒出してるの、はい、?2 番さんがローで出てる、ね。3番の方が早く黒出してるけど。3番さんも霊能で出ちゃってね、とりあえずね、人狼人、3番だったら人狼人でね、やっちゃったって感じの場面なんで。3番だったらさ、ね、別に安定進行で4番釣りに押さないの構わないんですけど、僕的にはね、うん、3番さんが6行きたくないって言ってた。僕は6から行きたいかなと思ってるんですけどね。強人なの8番さんの結構ね、1番さん、8番さん占うって言ってましたけど、8番さんががっつり2番さん最初から初週で、なんか、言う、叩いてたというか。5ならの白露をもらなわせるように、やったからね。9番さんを回避させることは絶対条件だから。まあ、非常にこの2日目に占われたら終わるから、このゲーム。占われなければ光が見える。4釣りで光が見える。が、アンバーは強靭なの、これ真なのっていう、クエスチョンマークが出てるんだけど。はい、以上です。僕的には6釣りをお願いいたします。まさかの4番これ強靭でやってないよね。もうね、強靭で出る人ってね、占い出てない、占いで3、4を作るべきであって、霊能で3、4で3番目っていうのって一番ダメだからね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、4番、4番の遺言を発表してください。あ、はい。まあ、当然ですよね。僕釣られるってことで。まあ、とりあえず3番さんの言葉には耳を傾けないようにしてください。教授なので。まあ、とりあえずね、2番さん、あなたが謝らないといけないんです。あなた老人でしょ。ということで、例の僕でしたっていうことで、お疲れ様です。村の期待しておきます。4番が死んだったらどうしてもね、パッションだよ、パッション。気をつけてください。もうね、4番を釣らせないとね、9番勝てねえから。で、9番が2日目に占われない。勝つための条件は、とりあえず芯を釣らせる。俺が釣られても、芯を釣らせるっていう。芯が、4番が決め打ちされた場合のみ曲げるから。4番、ただし4番から芯の場合。4番が強靭だったらもう知らんわ。これ負け試合だわ、4番。多分。あ、9番さんが忍べるんだろうか、果たして。2た、2回、2なわ。うん。1回なら忍べると思うが。1名の方が亡くなりました。
1番、3番が強人なんだろうか。不思議なんだよな。4投票してるかな。4投票なんだろうかね。はいはい、まあまあ、そうなるか、そうなるか。4投票してねえんだよ、これ。だから4番強人じゃない、これ。恐ろしいんだけど、震えるんだけど。そうなるのかな。ちょっと待ってよ。昨日は、あ、そうか、そうか、そうだ、そうか、しょうがないな。なるほどね。借り出していいんじゃないですか、普通に。ダメなの。強人かな。別に情報が更新してないんで。どうだろうね、二の相方。強人だったら、決め打ちの一回これ外してくれれば勝つ。どうだな。まあ、その、あ、そう、昨日言おうとしたのって、8番さんっていうのは、なんか6番さんに対して、グレーで89に狼がいますみたいな発言をしてるんだったら、そういうこと言えみたいなこと言ってたけど、あの6番って普通言ってたよっていうとこを言いたかった、今思い出した。うん。それ結構太な殴りだなって思ったのと、もう9番さんに関しては、まあ、6番さんが殴られたからね。発言伸びてないからっていうところでね。どうなんだろうね。8、9が6を行くんだったら、俺はもう、6は白でいいんじゃないかなと思いますよ。はい。借り出してくれずに、とりあえず。はい。カリードさん出てきて。6番のプレイヤーが発言します。はい、ですね、前日の私の発言ですが、もうすごく黒かったと思ってます。っていうか、黒く発言してみました。まあ、言ってみて、どう考えても意味わかんなかったですよね。いきなり9番さんに振ってみたりとか。ああ、9番さん頑張って、まあ、応援してるわ。誰と戦うかなとか。いやー、まあ、これね、どっちが強人かわかんねえんだけどね。まあ、これで村人ですよねっていうので、まあ、こういうふうな暴露しようと思ってました。で、あの、7、8、9って言ったところは、まあ、9番さん当たり前かもしれないですけど、まあ、私のことを、まあ、ちゃんと疑ってくれたんですけど、まあ、3番さん、まあ、疑ってくれなかったってことで、もうこれ、強人って言ったところ、まあ、もしくは、まあ、黒ってことはないのかもしれないですけど、って言ったところかなと思ってます。で、まあ、正直、じゃあ、あともう一人って言ったところだと思うんですけれども、まあ、そこまでは誰っていうのは差し控えます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。まあ、6番が村でそういうムーブをしてんだったらやめた方がいいと思うけどね、普通に6黒く見えるから。うん、正直3番もほぼ強人だと思ってるし、今日3行ったところで多分明日僕噛まれて6、8、9の殴り合いでしょ。それでもいいっちゃいいけど、それでもいいっちゃいいと思ってるけどね。ただまあ、うん、めんどくさいからもう今日はもう6、8、9どっか行くけど、多分5番さん騎士なんじゃないの普通に考えて。まあ、4が狼だった場合っていうのはやっぱ唯一のラインっていうのは8しか見えないんだけれども、4が狼であえて8にそうラインを作りに行ってるのかなって、で、3は6が黒かったから、3は6が狼だと思ってるのかなっていう。確かにもうさ、3が強靭な感じもするんだよな。8番のプレイヤーが発言します。あ、7番さんの意見が途中から聞けてない、聞こえなかった、しかも接続入れ。はい。で、まあ、3番さんに、殴られたんだけど。うん。3番さん、ほんじゃさ、6番さんってさ、なんで、まあ、これ6番さんにも言えるんだけど、にも言えるつか、3、6両方に言うんだけど。とりあえず仮ね、6番さんって、ほんじゃ僕に不当な殴りをされたって3番さん言ってたよね。6番さん、なんでそこで触れてこなかった、なんで僕を叩いてこなかったの、6番さん。7噛んどけば間違いないと思うけど。うん、で、この反面で、6番さんが村でわざと、そういうことをしてるのであれば、まあ、6番さんを村と置くのであれば、僕目線も9番さん確定なんだけど。で、まず6番さんってなんで3番さんに入れたのかな、昨日の投票って。うん、そこら辺もちょっとよくわかんなかったかな。まあ、ただ発言精査で言うならやっぱり9番さんかなとは僕は思う。ただもう6番さんのその動きが結構謎すぎるから、うん、正直6番さんも結構黒く見てる。で、まあ、この盤面ね、6、9間違えたら PP で終わっちゃうんだよね。まあ、7番さんがめんどくさいからもう6、8、9どっかしらっつってもう終わらすっていう気持ちもわかるんだけど、
正直もう3番さんは間違いなく強人でしょ、これ。あの発言から。強人だね。で、あの4番さん、ね、騎士4番さんってさ、あの僕にめっちゃすり寄ってきてるよねってところで、僕と明らかになんか LINE もしてます。これな、3番な。で、あの、だからもう4番さんは僕目線も全部確定してる。できたらね、占い出てるかね。優先は占いしてほしい。どうしても例の出たかったら2周目に出てほしいんだよね。僕を釣り寄そうとしてるんでしょ。様子見て出てほしいんだよ。で、3番さんもそれが分かってるから、僕を釣り寄そうとしてるんじゃないか。潜伏でもしてた方がいいんじゃねえかって感じかな。まあ、そういうことがあるか。正直6のナーム。9番のプレイヤーが発言します。はい。今日は、6、8どっちか釣っていけばいいかなって思っています。正直私の中では6番さんのなんかちょっとムーブが分からなかったかなって感じはしたんだよね。それやる意味あるのかなって思っちゃう。どういう意味でやったのかっていう感じになっちゃってるから、そのムーブをしなければ今日8番さん行ったんだけど、私の中でちょっと理解ができないムーブだったかなーって思う。頑張れ。6番さん行こうかなって。まあでもまあ、リハビリにはちょうどいいっしょ。まあそんなに狼で勝ちを目指してない男だから。いきなりの例の使用びっくりしたと思うけど。要するに勝利の方程式だから。先手って勝利の方程式。まあ理想は3番占い。で、9番さんが、要するに2日目に占われなければ、っていう条件付きなんだけど、真の霊能を必ず2日目に釣る。まあ相方が2日目に占われない、3日目以降ならまあしゃあないでしょ。おー、しびれる展開。9番のプレイヤーが発言します。8に入れてるけど、投票大きい。でもいいね、投票機しろ。プロの技を見せろ、投票機だ。投票機しちゃう、もう、強人ってわかる。プロの技見せ。それで、7噛めば終わるわ、このゲーム。3番さんだけは8入れてる。8番さん。8番さんより6番さんの方が怪しいと思うんだよな、ムーブ的に。それしか言いようがないんだもんな。しかもなんか前の日あれだもんね。6番さんだけ3番さんに入れてんだもんな。安定進行で4番って言われてるのになんで入れてんのかなっていう疑問しかない。頑張れ。もう半分発言伸びないからな。まあ、リハビリだから。まあ、でもそんなに俺はガンガン言うつもりもねえし。さあ、釣り、まあ、ガンガン言うつもりもないし。はい。6番。まあ、ここまで頑張ったと思うね。はい。ですね。まさか投票になるとは思ってませんでした。で、まあ、なぜ3番さんに入れたかって話ですよね。奇跡を起こしてくれ。3番さんに釣りってなってるのに。正直これは申し訳ない。1番さんの発言あった時にですね、仕事の手間なって聞けてなかったんで、ちょっと流れ読めてなかったです。もう、それしか言いようがないです。で、まあそこ以外ちょっと聞こえててっていうので、まあ若干ちょっとこじつけ感でムーブしたところありましたっていうのと、一回っていうかこの前っていうか前回成功しちゃったので、調子に乗ってもう一回やっちゃおうって思ったのが、まあ正直実態です。はい、もうね、3番。何もそれ以上言えません。奇跡の投票放棄が投票にしてくれるか、6人入れてくって。もう、強人だったら、死んだったらもういいんだけど。奇跡の投票を放棄してくんね。もう奇跡を起こしてくれ。ああ、ダメなのか。ああ、ドキドキするね。よし、これでまず。あとはただし3番がどうなのか。3番次第。追放されるプレイヤーは6番。3番死んだったら4番。あの、強人で3、4目に出るのはもう終わるから。そうよ。まあそうよねって感じです。すいません、未熟でした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。三神じゃなくて、あれ、七神か。七神、うん、七が騎士の可能性がある。八の騎士はもうない。こんなんで出なかったら八が見事でいいと思う。
ただ3番がちょっとようわからん。もう9か8黒見抜いて6いったのかな。6の村だけは感じたのかな。それとも4番狂人 ?3 番シーン、もはや意味わかんないんだけど、これ。まあ、答えは出るでしょ。昨夜は俺釣ってくるでいい話だから。それ言わねえんだったら大変だね。7番、8番。大変だね。あ、決まった。します。決まった。負けざーん、もう。危ねえ。最後のパッション。絶対に4釣りが絶対条件。それは4の方が真に決まってんだろ、もう。いやー、もうやっぱり96か。うん、もう6番差の発言も黒かったけどさ。うん、もう7番さんが6番さん行ってるんですよ。わかんねえけど、わかんねえけど、まだ。なって思って、うん、もうこのまま投票になっても結局 PP でしょ。もう6番さん行ったけどさ。もう3番が6番行った時点でわかったわ。もうこれ PP でしょ。もうやだー。マジでやだ。本当に。もう3が死んなら9行ってほしいけどさ。どうせ3、巨人なんでしょ。もう6黒とか言ってるし。うん。もう。終わってねえからさ。まだこれ進化もしんねえならな。落ち着け。まあ、でも6黒出してるからもう強人なんでしょ。9番。ちゃんと伝えなきゃいけないから、狼に。6番が黒はないわ。この時点で終わってる。ってことで、今日8番さん釣ったら終わりだね。うまい狂人は俺釣ってくれたね、もうそれが PP 盤面だったら同票盤面作ってあげる。もうどっちかしてね、はい、もう自分に入れるが。3番。狂人だったら私に釣って入れてくれか。いやいや、もういいっしょ。いや、俺入れてくださいよ、狼。マジで。俺自投票するんで。いや、正直俺分かってないよ、地球。どっちか。わかるでしょ、普通に2黒出した時点でわかるかなと思って表示アピールしたんだけど、わからない。わかるよね、さすがに。はい。ね。2黒当たってっからさ。さっきの6番さんの メタっぽい発言がすげえブラっぽく見えて、やべえと思って、これ6釣れるわと思って釣りました。はい、よかったです。ありがとうございました。はい、俺投票ね、3番投票でお願いします、狼さん。うん、まあ、多分これ、これ8も9も精査してねえが、多分強人だと思うけど、結果的に良かったね、この組み合わせで。4釣れたことがでかかったわ。俺のあの最後のパッションを出さなきゃいけない。あれ出さないとね、俺ね、このまま何もせずに釣られたら、ね、9番のためにもね、ありがとう。3番9番コンビありがとう。追放されるプレイヤーはゲーム終了。ひやひや。人狼陣営の勝利です。ひやひや。2番さん人狼じゃないですか。ああ、9番のためにもパッション出さないと、ほら、4番を釣りたかったから、絶対。うん。のこと。いやー、2番さんのパッションめっちゃ好きっすわ。うん、パッション出さないと9番を守んなきゃいけないから。4の決め打ちされた場合負けるから。4決め打ちは。うん。2番、マジっすか。うまいな。一応、気持ちのパッションしかないからね。論理的説明はないけど。うん。いや、でもすいません。9番さん、普通に占っとけばよかったっすね。すいません。それもあったんだよ。だから、なんとか5番か7番とかの方に持っていくために、いろいろこう、言ったのよ。9番占いって負けるから、もう。うん。まあ、初日に騎士噛まれて3番さんを残してたのがあだになりましたね。やっぱりあの盤面3釣っとくべきだったよ。もう僕目線8番さん真っ白白でしたもん、発言が。思い切り村目線でしたよね。ありがとうございます。ただ僕その発言で4番さん、いやなんかすっげえ釣り寄ってくんなと思った。ライン繋げようとしてんのかなって思った。あ、逆に取られられちゃったんですか。すいません。いやなんか逆にごめんなさい。パッションしかないから。パッションしか俺じゃないから。僕も霊能やってみたい。いや、疲れるで。4番の立場だから。かなりの新芽取ってでも釣られるっていう。
だって俺が黒になるんだから、そりゃ、ぎょっとされんだから。嘘でしょ、あんな生存意欲がない2番が。黒なんておかしいじゃんって。はい、まだやられる方は準備完了ボタンを押してお待ちください。あと5番さん、転校お願いします。5番です。ちゃんと人気村の方程式がある。嘘だと思うけど、ほんと。俺が初日釣られる、はい。ラストウルフがいいの。ただし、ラストウルフが黒すぎる場合はもう無理。この戦法は。無理。せめて3、4の盤面作れればいいんだけど。だいたい作れないから昨日と今日で俺戦い放棄したわ。自爆して。とてもじゃないけど黒すぎて。ラスト、ウルフが。例の俺出たパターンと占い出たパターンでなんか。結局。黒い相方の場合は3種を作ってほしいな。なんかすごいシャーってに聞こえてるんですけど、誰？え？あ、6番さん、転校お願いします。6番です、お願いします。ほんとよかったよ。でもなんか試合成績見ればさ、はい、50% の人だからさ。1周目高騰し、いけんじゃねえかなと思った。しようあり雰囲気は確保してるっていう雰囲気で惑わされるっつうの。まさか狼っていうふうに惑わされるんだろうな、狼の場合。役職外、村人外、そういうの全部禁止でお願いします。配送条件としては、嵐がいた場合は嵐陣営の負けとしますので、フルオープンでお願いします。そんなところですかね。何か質問ある方いればお願いします。はい、ないようなので、じゃあ始めていきたいと思います。あと、誹謗中傷暴言はなしでお願いします。はい、じゃあ楽しくやりましょう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。危なかった。あなたの役職は、またかよ。です。2回連続霊能で出て黒になるわけねえだろっていう、その心の隙つくか。人狼を行ってください。まあ、マジか。まあ、気楽にやりましょう。大丈夫。気楽にやりますか、もう。うん、気楽にやって、まあ、3日目、4日目まではなんとか行く方法で、まあ、サンバさんの腕次第だから。いや、腕ないんですよ、まあ、俺。潜伏で。さっきの試合見たでしょ。まあ、負けてもいい、負けてもいい、負けてもいいんで。前もやったもんな、3番サンド。違うか。前は勝った気がするんだが、すげえでも怪しまれてた気がするんだけど。夜が明けました。うん、だから今回はね、負けると思う。昨夜は誰も死にませんでした。前は同じ方法で。6番。勝った気がする。なんか3番さんがふわふわしてて、なんかそれでなんかみんな違うところで。平和村だったかな、はい、?6 番ラブバズカです。お願いします。村陣営です。ですね、進行論ですね。ちょっと今招待されてすぐ来て、一番手なんであれなんですけど、さっき通常村いたんで申し訳ないですけど、僕2、2だったら、霊能の精査は僕がうまくないので、つかないので、釣り切りたいとは思ってます。3、1番目っていうんですか、占いが3の番目になった場合は、僕はもちろん狼から釣りたいっていうのが理想なんですけど、一番やっぱりその、進路の見分け方って結構難しいと思うので、僕は人外っぽいところ、人外票を1票釣れるっていうのは大きいと思うので、人外っぽいところに行きたいなと思っています。そうだな。勝利の方程式。あとは、私3番さんがなんとかうまく生き残って。うん、他には、特に進行論じゃないんで、一応村陣営で、番目揃って、しっかり考察したいと思います。ダメだったらダメでいいよ。以上です。よろしくお願いします。7番、どうぞ。いやー、一角だったらきついかな。一角、占い師が。はい、7番です。お願いします。逆に俺が生き残れるか。6番さんに関しては、色落ちはない。うちのグレーズリ回避と占い回避できれば。占われた場合でも俺に自爆があるから、まだなんとかなる。そうっすね。まあ、僕の進行としては、まあ、占い師さんはしっかりと新名を取ってもらいたいかな。あと、潜伏とかしないで普通に初週から出てきてもらいたい。で、対抗を何で見てるかとか、そういう発言も残してもらいたいかな。あ、まあ、初週用に関してはグレーの方がいいかな。グレー精査してもらいたいかな。で、そうっすね。そんなとこぐらい。うん。あと、まあ、役についても触れてもらいたいですね。まあ、あと、多分前半の方って、2周目の発言、皆さんの1周目の発言で釣り位置上げないと、まあ、釣られ位置入っちゃうんで、できれば、まあ、後半のうちの人に関してはしっかり発言残して、
まあ、釣り人が挙げてもらえると考察しやすいからって感じですかね。はい。さあ、8番さん、どうぞ。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師、4番さん、ランスロ。4番さん、ランスロね。あ、お願いします。はい、こんな頼りない占い師ですが、ちょっと役の動きもあんまり分かってません。はい。霊能は出てくるんでしょ、どうせ初日で。で、あの、岸さんは、全幅なのかな。でも、占い、うん、占い幅に入れたくないから、条件が重なれば勝てるっていう気持ちもあるけど。うん。ただし、条件が崩れた場合には、岸さんだって、愚直を起こせなかったら正直意味ない、ね。絶対条件を突破しないといけない。うん、もいいんじゃないかなって思ってる。まあ、なんか、さっき聞いたけど、なんか、2番面とか、1、3番面とかで変わってくるのかな、その辺も。なんか、1、3番面だったら出ない方がいいって言ってたけど。うん。まあ、その辺はお任せします。はい。キさんにお任せします。はい。で、6、7ね。6、7。うん。まあ、印象はいいかな。6番さんも7番さんもしっかりハキハキ喋ってたし。うん。声色的にも、すごい印象はいい。ただ、色落ちはしない。はい。4番ランチロね。把握お願いします。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。8番さんがランダムで4番さん白を把握しました。そうだな、6番さんに関しては進行論のみだったので、色落ちはしないかな。で、7番さんも付け加えて言っているような感じで、色落ちはないんですけど、6番さんよりは発言がちょっと伸びてくるのかなっていう感じはしました。そうだな。まあ、9人村だから、占い師が2、3出てくる可能性もあるので、まあ、場面揃ってからじゃないと、まあ、この位置なんとも言えないかな。今のところ、怪しい人はいないかなっていう状態ですね。それじゃあ、1番さんに回します。1番のプレイヤーが発言します。1番村人陣営でした。じゃあ、6番さんから行きましょうか。6番さんは、ちょっと、気になったところが1個あって、人外を釣りたい。人外を釣る。真と老は分からないから人外を釣りたいっていうところが、ちょっと意味が分からなかったです。ただ、印象は良くも悪くも なしで、フラットです。7番さんは進行論と、特に目立った発言はなかったので、印象はないです。で、8番さんですね。その6、7に対して印象はいいっていうのは、どのレベルのいいなのかがまたまあ違いますが、まあ、あるのかな。で、9番さんも、まあ、印象は普通。2番のプレイヤーが発言します。はい。例のですね。今日はね、青いカズラかぶってね、みんなのね、みんな後の色見ようかなと。今日だけはね、青いカズラかぶってる。特にね、まあ、太鼓が出てくるのかな。出てこなかったらいいんだけどね。できたらそんなね、狂人の色見たって白だから。本来の気持ちとしてはグレーだよね。グレー。まあ、または、大体、まあ、例えば、八幡さん太鼓ができたら、どちらかが狼なんだろう、大体。その二分の一を当てれば一番いいんだよね。二分の一で。そうじゃなくても、狼は囲うケースがない。今、八幡さんもし狼なら、四番さん囲うかもしれない。この四番さんが手を抜いてるんだったら、四番さんも含めた上のグレーの中で黒い人を、の色、ほんと本来は見たいけどね。ただね、太鼓が出てきたらね、もうね、その狂人とね、ロラン祭りだからね。それはもうね、飲まなきゃいけないと思ってる。この青いカズラ被ったらね、しょうがない。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、初日お願いしますね。はい、そうですね、まあ、気になるところから触れていくと、あ、まあいいや、8占いで4種のね、2が霊能ということで、はい、わかりました。で、気になるところから触れていくんですが、1番さんか、直近の1番さんで、まあ、6番さんの、なんか人外っぽい、人外を連れに行くっていうところ。なんか人外っぽい、まあ、なんだ、それは受け取り方の問題かなと思ってて、まあ、でも、別にそれが黒いとも言ってなかったんで、
まあ単純に一番さんが細かいところをなんかこう拾っていってるなってとこで、割と6、7、9、1の中では、俺はやっぱり、そういう面では印象はいいかなって思ってるかな。うん。割かし。ちゃんとなんか狼を探す意欲があるなってとこかな。うん。そのぐらい、6、7、9。正直6。4番のプレイヤーが発言します。あ、はい。一周目よろしくお願いします。ということで、僕、村人陣営で特に使用ございません。ということでね、8番さんが僕に白だし、ありがとうございますっていただきとこうかな。5番さん次第なんですけどね、5番さんがね、占い出なかったら、僕も隠し色になりますよね。8番さん、死んでって感じで。で、とりあえずね、2番さんなんですけど、2番さんのタイプはいないのかな。6番さんの時点でチャット出してもらいたいかなって思っております。で、グレーシェイさんなんですけど、本当にね、6番さん、7番さん、9番さん、1番さんまでに関してはね、ちょっとね、精査がつきづらいって感じがない。1番さんお風呂入ってるでしょ。9番さん7番さんに印象いい。7番さん、6番さんに触れてたけど、進行論のみ。だから、6番さん、7番さん、9番さん、1番さんに関しては2周目の発言に期待って感じで、でとりあえず2番さんが例の、3番さんに関してはね、ちょっとね、若干触れてるんですけど、まあ、今のところ、印象は、まあ、良くも悪くもないって感じなんで、ちょっとグレーセーさんね、ちょっと2周目発言、本当に皆さん頑張ってくださいって感じで、まあ、5番さん次第ですけどって感じなんで。5番のプレイヤーが発言します。僕が本当の占い師です。で、9番さんら素人出ました。はい。まあ、僕の予想なんですけど、8番さん強人じゃないかなと思ってます。はい。で、まあ、8番さん、まあ、占い師同士なんですけど、まあ、8番さん強人だと思いますよ。人狼じゃなくて強人だと思います。はい。で、まあ、6番から4番まで見てみたら、まあ、色落ちない全員、まだ精査つきにくいと思ってます。僕の意見ですね。はい。で、まあ、8番さんが4番さんを占ったって言ってたんですけど、まあ、勇気あるなと思いましたね。まあ、自分不利かなと思いました。はい。で、そうですね。まあ、今言えるのは、まあ、まず、8番さん強人だろう。で、まあ、みんな色落ちない。まあ、まあ、僕も6番さんの陣がよという、まあ、そこはちょっと6番のプレイヤーが発言します。5番占い、はい、7番さん例のね、聞こえます？イヤホンにちょっと差し替えたんで聞こえなかったらすいません。7番さんが例ので対抗ですね。で72の ありがとうございます、よかった。58ね。例のはやっぱこれ5番さん強とは言ったけど、まあレギュレーション的にやっぱ例のには強人どっちか出てんじゃないかなと思ってます。まあ、占いが進路なんだろうなって思っていて。で、一番、まあ、多分僕から9番さんとほとんど、まあ、占いも入ったんで、8番さんで占い入ったんですけど、ほとんど色落ちしない状況だと思うんですけど、僕、今、グレーの、22ですよね。まあ、22なんで、霊能から手はつけるんですけど、霊能は僕は精査はしません。すいません。以上です。まあ、7番さん、2番さん発言聞いて、まあ、一応考えはします。若干なんですけどね。どっちかに入れます。あんまり考えません。グレーの中でなんですけど、占いは正直精査つかないんで、まあ、8番さんが特攻してたら、まあ、成功してるな、ぐらいなイメージなんですけど、まあ、どっちかわかりません。はい。で、グレーの中で一番僕怪しいなと思ったのは、1番さんなんですけど、1番さん僕、僕が言ったのって、要は人外、3、1になった時に人外っぽいところから釣りたいな、進路がなかなか分かりづらい、狼っぽいところ分かりづらいんで、人外っぽいところ釣りたいと思います。確かにそれわけわかんないですよね。要は、強人って人外目が結構一番僕は出やすいと思ってるんで、強人からでもいいから人外釣っていきたいって、そこ違和感を持ったんだったら全然もっと僕のこと叩いてもよかったんじゃないかなと思っています。そこの部分。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、潜伏した理由っていうのは、まあ、占い師、まあ、初心、これ僕、霊能しちゃうと、多分、偽占い師が僕にしろ刺す可能性もあるかなと思ったから、まあ、単純に潜伏しました。対抗2番さんに関しては、まあ、出方から見たら今日なんだけれども、5番さんが死んだった場合、8番さん今日はまあ、わからなくないかな。2番さんロー、っていうのも、まあ、わからなくはないから、まあ、27行くんだったら、まあ、2から行ってもらいたいか、占い師単体で言うんだったら、この方が偽だとは思っちゃうかな。その8番を狂気っていうのは理由を何も言わなかったから。
ただ実質点2で黒が出た場合っていうのは8の強っても全然あるとは思ってる。まあ、8番さんの出方からして、あと6番さんに言っておくと、この村強人いるから全然その何特攻とかは何もないんでねって言っておくけど、そうっすね。グレーで気になったの、まあ、片白は置いといて、俺3番さんが気になったかな。3番さんってその1番さんやたらなんか喋ってて、1番さん結局印象いいで、6、8、9、6、7、9が色落ちなしっていう精査だったんだっけな。俺1番さんのその6番さんに対するツッコミってどうなんだろうと思ったけどね、普通に、まあ、6番さんがその 3CO で人外釣りたい発言って、まあ分からんでもないかなと思ったし。まあそんなどうなんだろうな。まあそこを頑張って精査しようする村があるんだったら、まあ分からなくはないけど、かな。まあ2並んでいくんだったら2番さんから言ってくださいってとこで。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。うん、はい、僕真の占い師なんで、5番さんは全外確定でございます。で、まあ、あの、霊能がね、対抗出てるんで、強人って結構霊能で出ること多いんだよね。ってことはもう5番さん黒だよねってとこ。うん。で、まあ、5番さんが9に白出しでしょ。で、正直囲いはもうほぼほぼないと思ってるから。この盤面ってどうなんかな？グレーから、グレー詰めて、霊能お二人にはそこのグレー占ってもらって、占う？見ても、色見てもらって。で、5、8でクロスして、隠しろ作っての方がいいんじゃないかな。だって、強人がもう、霊能で出てる時点で、あれっしょ。違うのかな。僕のこの進行、進行が間違ってたら本当に申し訳ないんだけど。うん。で、そうだね、グレー、もしグレーを詰めていくのであれば、なんか一番さんにちょっと叩かれたというか、うん、6-7 印象いいって言って、いや、6-7 印象いいっていうのはどうなのって一番さんに突っ込まれたけど、いや、とりあえず、6-7 の発言というか、うん、出方とか、その声色で、印象がいいって言っただけであって、その後に色落ちはしませんとはしっかり言ったけどね。その辺でなんか一番さんに叩かれたけど、うん、どうなのかなって思った、それは。なんで正直、グレー行くんだったらもう一番さん。うん、まあ、その後の発言とかも、まあ、他のグレーの人の発言とかも聞いて、その辺はあれだけど、とりあえず僕のこの進行論が間違ってたら申し訳ないけど、正直グレー詰めて、クロスして隠しろ作っての方が村目線はいいんじゃないかなと思ってるんだけれども、違かったらごめんなさい。占いから行くんだったら5番行ってください。霊能から行くんだったら9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ普通なら霊能ローラーなんだけど、まあ霊能は心境だもんね、普通だったら。だから58でローがいるんだけど、9人村であんまかっこいいってない感じがするんだよね。そうなると、まあ58の相方は136にいるって考えているんですけど、まあ霊能さんが見たい、この人の色見たいなっていう人がいればそこに行けばいいんじゃないかなって思っているんだけどね。もう霊能釣り切りなら、まあどっちでもいいんじゃないかなって思っているんだけど、まあ霊能なら別に釣り切りなら2番さんから行ってもらって次7番さん行ってもらうのでも全然いいと思う。1番のプレイヤーが発言します。お風呂から上がりました。そうですね、別に俺勝利の方程式だ、自分も普通に霊能からなのかな。あ、3番さんの腕次第だが、勝利の方程式俺でいいんだよ。だって7番黒しか出せるんだろ。今日はピーなんだから勝手に、勝手に今日はピーなんだから、どうなんでしょうね、ってなんだ、ぎょっとされるんだから。ちょっと6番さんの発言で気になったところがやっぱもう一個 ありまして、なんだろう、霊能はもう精査ができないから釣り切りで。で、占いの精査もつかないみたいなこと言ってませんでした？これは白と見るか黒と見るかは分かりませんが、それじゃああなたは何のためにそこにいるのかなと思ったんですよね。ただこれが白いか黒いかは分かりませんよ。今日はどうするんだろう。2番
のプレイヤーが発言します。うん、そうだね。1番3人と6番黒いね。占いか霊能にいる。霊能だったらまあ7番だけど、7番のこの生存意欲の強さ。強いよね。ヒロちゃんと違って。ヒロちゃん？うん。セミと同じよ。短い命よ。1週間しかいないのよ。桜だね。9番さんも桜見て、綺麗と思うようにヒロちゃんのことかっこいいと思ってると思うけど、1週間しか輝けない。桜であり、セミ、それが霊能。7番は生存意欲が強すぎる。もしかして狼かもしれん。7番は言った。2番は黒かもしれん。もうこれ強アピの準備。強アピかローアピか知らんけど。うん。強アピの準備。今から黒出しますよと言ってる。これね、本来7番の色見たいけどね。みんながグレってなら、その1番の案に乗って6番でもいいけど、やはり7番の色が見たいね。まあね、9番さんは可愛いと思ってるけど、ヒロちゃんから行くっていうのだけちょっとね、ちょっとがっかりだね。でもね、9番さんは信じたいぜ。なのでね、7番は何者なのか。5番と8をどっちも、強人、強人とかって言い張ってるような、どちらとも置けないような。本当に強人で、ご主人さんを釣りたくないのか。俺はどちらも釣れるよ。はっきり言って。死んだから。うん。怖くはない。しかし、9番さんと戦えないことの方が一番怖い。それしか考えてない。うん。生存意欲はないよ。俺は別に乗らせてくれればそれでいい。うん。一週間の短い命だ。セミや桜みたいなもんだね。霊能って。青いカツラを被ってない7番を色を見なきゃいけない。何人ものなのか。7番釣り一択。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、1名お願いします。まあね、基本的にもう2人盤面なんで、霊能からがセオリーだと思うんですけれども、意外になんかこう、グレ詰めをなんか押すような発言があったりして、結構動揺してますが、だったら、じゃあ、狩りがどうこうとかそういう話になるんじゃない普通。なんか何も考えずに普通にグレー、怪しいグレーに行って、ってなると、なんかね、リスクしかないんで、まあ、単純にそういう発言は俺はあんまり好きじゃないなって思いましたのと、あと、まあ今日霊能から行くんですが、まあ、7人は関しては相反する、発言であって、まあ2番さんっていうのはもう全然釣り乗りますよっていうのと、7番さんは、まあ、7番さん生存力ある。っていうよりかは、どうなんだろう。まあ、とりあえず2から行ってくれっていうところですよね。まあまあ、どっちもどっちか。まあ、グレーだったら俺は、ちょっと待って、追加します。はい、追加。俺1周目で1番さんは結構印象いいって言ったんだけど、2周目は相変わらずかな。っていうより6番さんが結構2周目で黒いかなって思ってて、まあ、黒まではいかないけど怪しいなと思って。6番さんってなんか1番さんがなんかおかしいみたいな発言してたけど、2周目でね。一番さんって、六番さんのその、なんだ、人外を釣りに行きますみたいな発言をね、拾って、なんかこう精査してって、ただそこって六番さんに対して別に白いとも黒いとも思いませんよみたいなこと言ってるんですよ。狼だったら普通そこ釣り忘れませんかっていうところで、逆に一って白く、そこいう視点から一って白く見えないと思うんだ。だから六番さん。四番のプレイヤーが発言します。あ、はい。2周目よろしくお願いします。ということで、ね、盤面で揃えましたね。で、とりあえずね、8号精査なんですけど、今のところまだ5番さんの発言を聞いて、ね、なんとも言えないんですけど、8番の方。クロス占いのね、提案の方はね、いいとは思ったんですけどね、1番のグレーズリはちょっと飲めないんで、ちょっと8番さんのシーンはだ下がりかなって僕自身は思ってます。僕には白打ってありがたいんですけどね、って感じでね。全然クロス占いはね、全然僕は的には飲めますけど。でね、それに関してね、9番さんね、LINE 囲ってくるかなみたいな、普通囲いも追わないといけないでしょ、9番さん。占われたくないのかなって思ったんですけど、ってことで、ちょっとね、9番さん怪しく思ってます。で、レノのね、関しての27精査、実際はね、どっちが真かわからないんで、僕もね、とりあえずね、2番さんのね、7一択。ということで、僕も7一択に行こうかなと思います。そっちの7一択に心が響きました。ということで、僕は7釣り行かせていただきます。ここ普通に霊能釣りでしょう。霊能ローラかけてから、とりあえずね、クロス占いなり、それなりに占ってもらえればいいと思うんですけどね。どうなんですかね。なぜグレーを行った8番さん。
そこが非常に引っかかっててね、8番さんちょっと死んでも置くのはちょっと僕的には難しいかなって思ってます。でね、逆にね、1番さんが白くなったのかなと3番さんも言ってましたけどね。で、今のところね、3番さんがね、発言が結構伸びてていいように感じるんですけどって感じで、今のところね、怪しいのが9番さん、6番さんって感じかなって感じかな。グレーだとね、9の方が怪しいかもしれない、僕的に。とりあえず僕7一択で。5番のプレイヤーが発言します。8番人狼だと思いますね。狂人だと言ったんですけど、はい。まあ8番は焦ってると思ったね、あのさっきの発言で。で9番さんは狂人かなと思った。普通霊能釣りのになんか占い師5、8から釣るって言って、なんか、占われたくないのかなと思ったね。はい。まあ、それ、痛かったっす。だから、まあ、9番さんは殺さなくていいと思う。まあ、8番人狼なんで僕は8番を入れてほしいけど、まあ、2、4の意見を聞いて、まあ、2番さんの7番一択っていう、まあ、心を動かされたんで、まあ、7番を今日入れたいと思う。僕も7番さんなんか怪しいと思った。あと6番さんも怪しいと思った。だから、全プレイヤーの発言。その疑いにはどんな根拠があるのかな。カラバンすんの嘘でしょ。わろた7番つんの。マジですか。投票が終了しました。7番がかわいそうなぐらい。7番超真面目にやって。俺、ふざけっぱなしなの。6、7、8、1、1。絶望状況だね、7番。2番の芯を追って、俺を釣ってるんだったら、ちょっとこの村大丈夫かなと思ってるし、正直、5番に関しては、5番が芯だったら、これかなりきついなと思ってるかな。4番さんがおかしなこと言ってて、4番さんっていうのは、8の芯を切ってるにもかかわらず、9が怪しい、9、6が怪しいって言ってるけど、9っていうのは5番の白先だから、8の芯を切るんだったら、9っていうのは4番さん目線必然的に白くなるのに、そこ一切拾わず7釣り来たってことでしょ ?2 が明らかなあの強アピをしているにもかかわらず、今日7釣りっていうのはよくわかんないかな。で、俺の狼も 100% ないけどね。俺狼だった場合って、わざわざ2、2番目に釣られ、出てきて、自分から釣られに来た狼ってことになるから。村目線って俺あって今日だよね。ただ2番っていうのが明らかにあの発言で死んだとは思ったのかな、村のみんなはって思うけど。3番さんが白いかなと思ったかな、あの2周目の発言に関して。一瞬ちょっと引っかかった気はしたんだけども、3番さん目線、その仮出しグレー攻めの発言出たところから、結構3番さんっていうのは村目な発言をしてるのかなと思ったかな。まあ8番さんに関しては、まあ分かってないのか分かんないけど、そのグレー攻めんだったら仮出ししないと、仮釣っちゃった場合って、村ってかなりきつくなるから、その発言なかったのがグレーから行くんであれば、仮出しグレー攻め発言しないとね、霊能心境で見た場合。ってとこっすかね。正直8、5、どっちも芯は追えないけど、まあ明日には釣ってください。俺好みで守ったら適当にって。人狼に気をつけてください。人狼。うん。騎士すらでもして、適当にやって、騎士出させて。どういきます？あ、任せますよ。占いでもいいんで。占いでも、あの、グレーで、任せます。どこが確定、押してください。いやいや、困ります。どこでもいいんだ。時間ない、時間ない、時間ない。いや、嘘。そうそう、ちょ、待って。早く。占いどこだっけ？やべ、わからん。8、8。え？いや。嘘。いやー、もうよー。こういう人やばいんだよな。なんでまぁ噛んでくんねえの？夜が明けました。いやー、任せてんだけどよ。無理だね、カズノ。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番。発言します。はい。僕は6、4番さんを占いました。まあ、理由はですね、まあ、クロス占いって言って、7黒。あ、例の、あ、で、まあ、8番さんが人狼だったとしたら、まあ、あれですよね、4番さんが本当に白なのかっていう、まあ、疑問があって、まあ、本当に4番さんの白黒をはっきりさせて
ておきたいなと思って、まあ、まあ、クロス占い。で、4番さん占いました。で、結果は白でしたね。はい。で、9番さんは白。ってことはあれですよ。もうね、もうこれしか始めねえから、自爆するわ。強人か、普通の白。はい。で、騎士9守り。なんで9守ったん？え？なんで9守ったん？まあいいや。はい。まあ、理由、これが理由ですね。はい。以上です。6番のプレイヤーが発言します。強人風に見られるか。もうしょうがない、自爆体制。はい、お願いします。2番さん騎士把握ね。ちょっと、俺1番さんすげえ白いと思ったんだよな。昨日ごめんね。俺多分このままだとね、俺が SG1 になるんだけど、いや、俺は1番さん白いと思ってんだけどな。昨日言ったね、占いの精査がついてません。占いわかりませんじゃなくて、占い師のまだ信教だったりとか、信老だったりっていうのは分かっていません。あと、どっちが真なのか、それでも分かっていませんっていう意味で、占いは分かりませんって言いました。はい。それは言わせてください。あと、一番さんのね、俺印象いいのって、やっぱ二番さん、まあ、精査はいらないんだけど、発言だけ聞いたら、俺は昨日二番さんを行くべきだとは思ったんだよなって、騎士。てか、騎士ってことある投票入りそうで。いや、まあ今日は、いや、太鼓炙り出しか。炙り出しなんで僕は2番さん釣ります。僕に。2でいいんじゃないか。どうなの？ごめん、素人出た。全然わかんない。2番、だってあんだけ釣り押されそうになってたもんな。2番さんだったら騎士にスライドしてるよな。7番さん釣る意味もないもんな。2番さん行きたいな、俺。2番さん行きたいと思ってる。で、9守りっていうのはなんかあってそうなんだよな。隠し色を作られるのが嫌で、で、僕目線なんですけど、58でどっちか一郎いて、で、7番さんはローはないと思ってて、で、そうなった時に、94隠し色だから、僕目線1、2もあるのか、123か、123だったら俺は1番さんは一番白く見えてるな、2番さんその、釣られそうになったのに、釣られがよくわかんないな。8番のプレイヤーが発言します。はい、九白です。九白出ました。なんでも4、9、両方隠し白ですねってとこで。はい、で、なんだっけ、僕が1番さん釣りをしたあたりで、すげえなんか新芽落ちたって言われちゃったんだけど、ごめんなさい。いや、1周目の時点でさ、1番さんがさ、僕に、なんか6、7僕が印象いいって言ったので、なんか、いや、それ8番さんどうなのみたいな感じで言ったので、すげえ新芽落とされたと思ったからさ、1番さん。グレイチにあげたんだけど、うん。もうそこで僕の締め落ちちゃったね。ごめんなさいってとこ。うん。で、2番さんがキスラでしょ？いや、2番さんキスラなら、もし2番さんが本当のキスなのであれば、それはやばいと思うよ。だって2番さんキスなので、であれば、7番さん真の、例のでしょ？で、そこで7番さん釣りをしてるあたり、2番さんやばいと思うから2番さん釣りを。うん。2番さんは絶対強人だと思ってる、これ。うん。このムーブはね。で、そうだね。で、5番さんに言うけどさ、まあ5番さんはローだと思ってるよ。5番さんってほんじゃ、占いと例の進路進路で追ってんのかな。なんか9番さんが強人って言ってたけど、うん。まあ9番さんの、僕もまあ人のこと言うやった話じゃないんだけど、9番さんも発言伸びてなくて、うんぬんかんぬんなんだけど、そこら辺を5番さんが怪しいって言って、9番さん強人なんじゃないかって言ってたけど、じゃあ5番さん進路進路で追ってるんですかって話ね。そういう発言5番さんなかったと思うけど、うん、どんなのかな。正直5番さんは、人狼だと思ってる。で、2番さんは狂人かな、やっぱり。はい、今日は2番釣りでいきます。まあ、占い先とかは言わない方がいいのかな。うん、まあそんなとこ、以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。今日は2番さん釣りですね。2番さんが騎士すらしする前に7番さん黒って言っているので、その時点でちょっとおかしい。っていうので、2番さん釣り行きます。占い師に関しては、5番さんちょっとやっちゃいけないことやってるのかなって。ランダムで私に白出してるのに、私に結構触れちゃっている。っていう、片白にはあんま触れない方が本当はいいんですよね。うん。まあ、そういうことまでちょっと個人情報の見させてもらって、まあ、しょうがないかなっていう部分もあるんだけど、今んとこちょっと5番さんの新芽が落ちてきちゃっている。そうだな。できれば次なんか占い師さん、6番さんちょっと見てほしいなっていうのがあるな。
ちょっとき、発言がちょっと。1番のプレイヤーが発言します。いやー、まあ今日は二釣り一択だと思いますが、5、8はもう完全にわからない。うん。5番さんが、まあ失礼な話、そこまで、うん、やれない、うん、占いにも見えますし、うん、8番さんも8番さんで、うん、なんかはっきりしないですよね。うん、5番、ローだと見てますって。いや、もうここまで来たら、ローとしか見えないでしょ、相方なんて。うん。なんで、ちょっと、興味もあるみたいな、ちょっと匂わせてんのかな、みたいな。今日は2で。ああ、ありがとうございます。でも正直、昨日の1日目で、うん、4番臭いなーってだいぶ思ってたんですが、隠し色ですもんね。強靭もないっすよね。昨日の投票、投票の感じだと、なんでみんな2に行かないのかなってちょっと思って、うん、7に投票した人をとりあえず疑ってます。2番のプレイヤーが発言します。うん、俺が騎士9番守った。9番強人、1番狼とか、本当俺しか騎士いないんだよ。7番悪かったね。まあ最悪騎士で釣られても黙ったままやれば、騎士がいると思って何か、ね、狼が何か浮かずに5、8とか、果たしろとか噛めないかなと思って。まあ、7番釣られちゃったからね。7黒打って5、8の反応を見ようと思ってさ。うん。俺を強靭に思ってくれる奴は誰かなと思って。そのために7黒打っただけ。9番守ったよ。狼が噛むのは決まってんだよ。可愛い女性。狼はその可愛い女性さえ噛めば、チームの士気が下がる。それは分かってる。だから絶対に9番だけは守らなきゃいけないと思って、9守りを俺はしたんだよ。真の騎士がいないだろ。俺しかいないんだよ。炙り出しどころか、だったら出てこいよ。うん、出てこれないでしょ。俺が真なんだから。うん。そこだ。うん。だって出ればもう確実に真目取れるぜ。その場面でも。6番狼かい。6番狼だな。6釣りしか俺もうありえねえわ。今の1番に9番とか、人外何人いるんだよ、これを。6釣りしか俺は飲まないからね。とりあえず一言言っとく。俺は9番さん守ったぜ。うん。戦うぜ、6番と。3番のプレイヤーが発言します。はい、2周目。あ、じゃあ2日目お願いします。まあ、俺も割と、結局、洗い出すと、2、6、4、4。4騎士はないっしょ、このまんめ。もう。ああ、中はないか。で、普通にグッチョ起きたんで、グッチョ起きてるんで、普通に守り先とかも聞きたいんだけど、いや、面白くなってきたとかそういうのいいんで、あなたは普通に、グレーで怪しいとこ、黒を見つけてくださいって感じで、まあ、それはよくて、はい。ねえ、なんだけど、普通に、だけど俺、5番さんから、あ、いや、わかる。2番さんわかるんだけど、6、4、もし狩りいるんだったら、普通に占い先、いや、休館に結構俺納得できなくて、っていうので結構、はあったんで、まあ割と6番さんのシーンもあるのかなと思ってる。4番さんが、本当に騎士？何これ？ありえないでしょ。さすがに。ああ、そういうこと。なるほどな。だったら2番さんからでもいいかな、今日。4守りね。は、結構納得かな。だったら、占い狼かな。2番3強靭でってとこかな。俺、普通に。で、4守りってことは、8、違う、5か。5か？狼か。そうなると単純に。まあ、占い先。
が雨漏り4番のプレイヤーが発言します。あ、はい、2日目よろしくお願いいたします。ということでね、6番さん記事出てきちゃダメだよ。ああ、って感じですかね。もう普通にここはね、2番さんずり一択でいいんじゃないでしょうかねって感じだったんですけど、とりあえず僕、騎士でも何でもありません。巨人でもありません。村人陣営です。ということで、とりあえず今のところね、2番さんが巨人ブームなんで、2番さんずり、確信、あれでしょう。ついね、霊能からの騎士すら、あぶり出ししかあり、考えられませんので、とりあえず僕は2番さん行きますよ。でね、9番さん2回も守れないしね、どっちにしね、2番さんもとりあえずね、セミと桜の命なので、2番さん一択でよろしくお願いいたします。ってことでね。で、とりあえず、もう6番さんの潜伏のままでよかったんだけどな、僕的にって感じなんですけど、ちょっとね、しようかなと思ったけど、今後3番さんが僕にね、いや、ありえないだろうって、ちょっとね、もうちょっと無理っぽいかなと思って、はい、やめました。ということで、とりあえず、8番さんと5番さんの精算なんですけどね、正直ね、本当にね、わからない。まあね、5番さんが9番さんに触れすぎなのもあるんですけどね。てかね、僕ね、すいませんね、5番さんが9番さんに白、ハーク漏れ思い切りしてました。ということで、まあ、とりあえず、5、8精算今んとこ正直ついてないので、とりあえず2番さんずって、ちょっと3日目、ちょっと5番さんと8番さんには本当にね、真の上がるような発言してもらいたいんですけど、って感じかな。で、あと相方1なんですよね。もうとりあえず僕目線1、3どっちかなんですけど。はい、以上です。全プレイヤーの発言が終了し、その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。うん。俺、教授になったらこんなことするメリットないじゃん。教授になったら黙って釣られた方がいいじゃん。俺、本当に騎士なんだよ。7番釣って申し訳なかったんだけどさ。6番が噛まれないだろ、これ。またはグッジョブを起こしてそのまま生存し続けるから。その時に後悔するんだよ、本当に。もう、わかんないけど、相方、狼だったら相方の5、8のどっちかどっか、1、3のどっちかを守った、なんて言い張って。4番、9番って守る価値があるのって、9番に決まってるでしょ。この可愛さ、美しさ。この9番噛まれた場合、チームの士気が下がるんだよ、大幅に。ヒロジャンだったらやる気ないよ、もう。もう、そのゲーム終わったと思うよ。だからこそ、君たちのために守ったよ。うん、俺しかないだろ、こんな守り方するのは。6番なんて嘘に決まってんのに4番守るわけないだろ。ヒロシャンの9守りって信用できるでしょ？この信頼感、圧倒的。うん、だからね、6番を信じたら負けるよ、これ、この村。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、8番出現します。はい、1白です。はい、5番さんも1白ってことで1角白ですね。5番さんやっちゃったね。はい、3釣りですね。え、これってみんな飲めるよね。もう3番さん黒確定だよね、この盤面。はい、3釣って、いやー、だから8度が亀って言ってんのによ。噛まないんだもん。自分の意志がない人は負けるに決まってんだろ。8神しかないだろ、普通に考えて。いやー、2番さん申し訳ない。噛めなかった。8神とかしかないでしょ、もう8神一択だろ、普通に考えて。まあいいや、もう。噛めないじゃない、負けだと思ったから。ですよね、申し訳ない。いや、申し訳ないです、本当に。僕のせいで。あ、2番さん、ローだったんだ。1位がっつり3番守ってました。
2番さんロー、めっちゃうまい、うまいっすね。いや、負けちゃったんでうまくないっすね。いやー、はしかみだったな。完全にはしかみができれば、全部俺任せてるタイプだから、まさか噛まない人がいると困るわな。あ、まだやられる方、準備完了ボタン押してください。うん。いや、2番さんの CEO はぶっ飛んでるなと思ってましたよ。うん。勝負どころでの。絶対シーマ取れないですよね、それは。うん。いや、うん、炙り出せばいいから。ほんと、今日、俺、強靭で見てて、もう、相方つって、炙り出して、大活躍だなと思ってたんだけど、どうか。あ、8番さん、1番さんは、まだ大丈夫ですかね、続けられるようか。噛めればな、端紙できればよかったけど、結局占い師の目線で噛んだ方がいいで、はい。こういう時って。じゃないと負けるで、3番。まあいいや。噛めなかったことがもう怖いんだ。5番さん、転校お願いします。お願いします。はい、じゃあ、ルール説明します。初日、1週目、口頭使用のみ、2週目以降、チャット使用解禁です。チャット考察、チャットでの釣り誘導、わらわらチャット、そういうの全部禁止させていただきます。役職外も禁止でお願いします。どこでもいいんだなって言っても、どこも噛んでくれないと負けるから。どこでもいいんだなって噛んでお願いします。うん、配信条件は嵐がいた陣営の幕にしたいと思うので、俺はもう噛まないから、噛み合わせの問題が出てくるから。します。うん。そんなとこで、まあ、特に質問なければ、質問ある方は準備完了ボタン外してください。なければ始めたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。あとメタ考察もやめましょう。9番さんが確かさっきなんか、5番さんの個人情報うんぬんかんぬって言ってたんですけど、そういう考察も一切なしでお願いしますね。心の中で閉まっておけばいいので、口に出せるのがダメだってことだな。心の中ではいいんだよ。別に、ね、口に出しちゃうとメタになっちゃうってことだ。役職を俺も言わないのよ。周りの人は気づき始めてるけど、ヒロちゃんが潜伏占いしたらしいというか、マジックの種は知ってるんだけど、俺自身がよ、それ言わねえから。あなたの役職は負けた時ぐらいだね、言うのは。です。うん。夜が更けました。言わなくてもいいから、理論的に。人狼に気をつけ、人狼。いやー、まだか。を行ってください。お願いします。はい、じゃあ、潜伏で。潜伏しましょう。あ、自分もですか？あ、俺は、例の俺出るけど、一番さんは潜伏で最後まで逃げ切って。うん、3回まさかあるとは思わないでしょう。まさか3回連続。俺もまだ狼かよ、これよ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3発言します。はい、はい、お願いします。村人陣営です。まあそうですね、私が思うことを言うと、本当最近よく思うんですけど、本当にやっぱりね、勝つんだったら安定進行が大事だなって思いますね。やっぱりね、視点破綻とかね、起こしたりする人もいるんですが、確定人外でない限り、全然その、死んでそうやる人もいるんで、まあ、本当に安定で釣っていきたいなって思ってます。はい。まあ、どの盤面でもって感じですかね。はい。それだけです。私の思うことはそれだけ。はい、2周目伸ばします。4番のプレイヤーが発言します。はい、皆さん一週目よろしくお願いします。村人陣営で僕霊能です。霊能把握よろしくお願いいたします。ってことでね、とりあえずね、3番さんに触れるとしたらな、今のところ色落ちはないかなって思ってます。で、とりあえず盤面で揃ってないんでね、とりあえず極力皆さんにははしゃべっていただけると、3番さんと僕もとりあえず2週目の考察が伸ばせれると思うので、まあ、とりあえず盤面で揃ってから頑張っていきたいかなって思います。で、霊能の対抗出てきたらね、とりあえずね、もうその人はね、うん、強靭かローどっちかなんで、とりあえず釣り切っていただけるとありがたいかなって思います。まあね、うん、2番さんすぐ例ので出るからな、太鼓出るのかな、2番さんどうかな。あ、メタ発言禁止でしたね。ということで、とりあえずね、極力皆さんには一生懸命喋っていただきたいですし、まあ 2番面だったらね、レ、ノーローラーか、
で、とりあえず3、4、5だったらね、占いから釣っていきたいかなと思っておりますけど、まあ、とりあえず、極力長いこと喋ってください。よろしくお願いします、5番さん。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、ゲームなんで楽しくしたいなっていう気持ちがありますっていうのが一つと、4番さんが霊能霊山で、もし対抗がいる場合は1周目に、対抗で霊能使用をお願いいたします。はい。あ、もし潜伏してたらね、まあ、対抗出るってことはどっちか人海っていうので、まあ、そういう考察が落とせるんでね、対抗いる場合は出てほしいなっていうふうに思います。で、もう一個避けてほしいのが、例えば村人スライドですね。村人スライドすると盤面濁るんで、僕的には村人スライドした時点で、絶対釣りたいと思っております。役職持ちだったら別にいいです。はい。で、サンバさんの意見はすごい僕同調できます。人狼ってゲームは、まあ、人狼がボロを出すのを見つけるゲームなんで、村人はただただ正しいことさえ言っていけば、自然と村人は、わかるのかなっていうふうに思いました。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。6番ラブわずかです。僕 CO がなんと今回ございます。占いで7番さんに白が刺さってます。ランダム白刺さってます。よろしくお願いします。5番さんめちゃくちゃ印象いい。最初のゲームを楽しくやりたいっていう部分も全く一緒ですし、まあ、3番さんに対する感覚の世界とは、まあ、スライドでどっちが進化見ないってどっちがやるか。まあ、村スラはやめてねっていうのは。個人だったら泣くけど、わかるパターンだね。どっちでもいいか、4番さんへの子。で、3番さんも正直印象いいです。3、4だな、これな。この場面は、もしかして気持ちが出てくれれば。はい、3番さんはもう本当に至極まっとうだなと思って。出てくれないと平和村の方がいいな。で、4番さんの霊能に関しては、出てくれないと平和の方がいいな。これもしくは強靭だと思っています。平和だ。はい。出てくるだけ平和。西洋の方が勝ちにくい。さらって言えるのは狼じゃないだろうなぐらいには思っています。今のところは3、4、5に関する印象は以上ですね。7番さん、白、把握お願いします。7番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。ランダムで5番白、5番白、把握お願いします。まあ、6番さん、狼か狂人か分かんないけど、とりあえずやっちゃったね。まあ、この後ずっと僕を強ロックして考察しないといけないわけだからね。で、まあ、6番さんが、まあ、盤面固まってないから、どっちか分かんないけど、まあ、処理すらでも、問題はない。この方式は。だけど、興味は感じなかったかな。てか、問題あるわ。って感じですか、ね。問題あるわ。6番さん、霊能に関しては、まあまあ、問題あるわ。いいんじゃないですかね。特に、まだ固まってないんで、なんて言わないですし。3番さんは、まあ、安定進行、まあ、村の意見なのかなと思うけど、まあ、白と一番の神センスに、噛むセンスにかけるわ。占い噛むか。実質点6番が人外っていうことぐらいしか情報してないけれども。まあ、騎士に関しては、まあ、占い師の目線としては、グレーンいるんだったら出てきてもらいたいかな。グレー攻め入った場合とかは。占いたくないし、釣りたくもないんで。かな。まあ、出てこなくてもいいですけどね。その場合は、まあ、占い師入らないように しっかりと頑張ってください。例の方がいいな。って感じで。例のレスラルで、はい、3番やって占われ位置に入んない。1番がその間に占い噛むとかセンスで。はい、おはようございます。村人陣営でした。はい。で、4番さんが、なんだっけ。霊能か。うん。4番さんが霊能で、6、7が占い。で、6が破綻してんのかな。この盤面って、あれかな。この後、占い対抗、占い3仕様にならなくて、このまま2仕様の場合は、2仕様だな。6これわかんないから、釣りでいいのかな。どっちがあれかわかんないし、6に白つけたとこで、7番が強靭っていう可能性もある。俺が釣られる危険性が増すから、やめた方がいいわ、うん。ちょっとまあ、その辺はよくわかってないな。で、例の一択。なんか、3番さんが安定進行が大事って言ったけど、ごめんなさい。安定進行が分かってない。ただ、まあ、聞いてる限りでは安定進行で言ったら、例の釣り切りからなのかな。ちょっとその辺もよく分かってないけど。まあ、4番さんの対抗もまだ出てないんでね。ね、まあ、占いに関してもこの後、まだ対抗が出るのかどうかってことで。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします、村人陣営。霊能で出ればダメか。勝負するか。もうしょうがねえや、勝負するか。7番さんが勝負するか。霊能で出ると、結局、6が黒じゃねえって話になるのか。6、人外じゃねえってなるのか。いや、いいや、霊能だ。7番さんは、マックス強靭か。どうしようかな。まだ場面が。一例の
占い2人。で、まだ1、2が残ってるもんな。まあ、場面揃わなきゃ言えないけど。まあ、把握はしたかな。ええのがいいのかな。まあ、印象がいいのはやっぱ、3番さんかな。勝ちたいっていう欲がすごいあるかなって感じした。やっぱ安定進行が一番、勝ちやすいと思う。やっぱり。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。CO はございません。で、そうですね。全員に触れていきますが、3番さんは安定進行。まあ、確かに勝率を求めたらそっちの方がいいかもしれない。で、5番さんは、とにかくゲームを楽しもうでしたね。確かね。それ、安定進行とは、自分的には反対なのかなとは思うんですが、まあ、言いたいことはわかりますから、3、5印象は、つかず。で、占い師ね、6、7、7、5把握してます。で、4番さんの印象は、特になかったっすね。普通でしたね。で、ちょっと占いか、そうか。すいません。2周目。2番のプレイヤーが発言します。例のですね。4番さんが狂人か狼、の可能性。狼の可能性もあるところでしょ ?6 番が七白なんだから。ってことだよね。4番、狂人なような気もするんだけど、そうなると6が2世になるんだけど、4番黒の可能性もある。っていうとこだね。4番の色が見たい。そうするとわかるんだよね。わかることがある。4番の色次第で6、7が判別できるってことだよね。俺目線。そうだね。もう、まあね。今日はね、4、2の順番だったら、レイノ、レイノは飲むわ。しょうがないだろ。まあ、レイノの仕事だからね。いきなり出てきたのでね、狂人面があると思ったら、だって6が7しろってんでしょ?なんだろう、これ。これね、今日アピしてくるのかな?わかんないよ、結果。俺からじゃなくて4番からね。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい。はい。レースラー、ありー、おほー。ほー。マジで?エレーノさん仕様でいいっすか?じゃあ合格しろ。なるほど。なんか似たような感じになりましたね。エースラー。確か占いじゃもう勝てないからって、スラーした。で、6番さん見えちゃうかな、そうなると。黒かどうかわかんないんですけど、俺は6番さんから行きたいかなって思うのかな、それだと。ダメかな。まあ、とりあえず、霊能を釣り切りましょう。二人街釣れるんで、2、4、6で、はい。ですね。はい。現状そのぐらいグレーで気になるとこか、891、正直は一周目ではわからないっていうところが正直なところですね。はい。マジか。霊能精査難しいんで、まあ、釣り切りますが、これは6番下がりいこうかなと思ってます。はい。なんとなく、6、7でね、7番さんが出て、なんか、勝てなそうだからって、なんか、ずらしたのかなって普通に見えてるから。はい。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい。2周目よろしくお願いいたします。ということでね、まさか対抗2人でも出ると思わなかったんですけど、僕絶対スライドしませんよ。僕が真の霊能だから。っていうことなんですけど、まあ、とりあえずね、スライドした6番さんから釣りに行きたいと思います。とりあえず僕的には6番さん釣って、2番さん釣って、まあ、僕を信用してもらえなければ、僕は安定進行で釣ればいいんじゃないですかね。3番さん安定進行大好きだから、僕を釣りたかったら最後に釣ればいいじゃないか。ただし、僕を最後にですよ。最後にね。で、とりあえずね、7番さんがとりあえず死んで、とりあえずもう7番さん隠しろ、5番さん隠しろでよろしいということで、まあ、とりあえず6番さんと2番さんで、とりあえず
強人人狼はいると思っておりますっていうか、もうそうでしょう。うん、で、とりあえず相方1なんですけども、とりあえずどうなるんかな。まあ、7番さんがバシッと黒決めてくれるとね、助かるんですよって感じですかね。はい、7番さんの占い先にはちょっと期待ですって感じで。で、とりあえず8、9、まあ、相変わらずの発言って感じかな。とりあえず1番さん、ちょっと村目かなって思ってます。理由付けはまあ大してそうないんですけどね。まあ、とりあえずね、そんなに僕って印象ないですかね。とりあえず一番最初に殴られたのかな。うん。僕普通なんですか。はい。僕の普通の霊能の意見でした。ということで、はい。5番さんに回していきたいと思います。5番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、246すり切りでいいかなと思ってるんですけど、ですね。まあ、6が、ちょっと不利な盤面でレースらしちゃったんで、どうしてもまあ、人外に見えちゃいますけど、まあ、よくちゃんと考えなきゃいけないのが、2番が最後に霊能使用した。で、発言的には、まあ、4の色を見れば2番目線は、6、7の精査がつくよって発言ですね。すごくまあ理にかなった発言だなと正直思いましたんで、ちょっとですね、2が、新っぽく見えちゃってますけど、頭のいい人狼っていう線もあるかなと思っております。はい。ただ、釣り切りの盤面で出てくるってことは、あっても心境なのかなと。っていうふうに考えると、4、6のどっちかから釣っていきたいですね。あ、6、4、が追加ありがとうございます。まあ、7番さんに合わせようと思いますけど、順番的には6、4、2、6の発言聞いて4、6に変えるって感じですかね。はい。2はあっても心境じゃないかなっていうふうに思いますし、4もですね、発言的には、最初、まあ、霊能が対抗出ればし、取り切りでいいですよって発言してたんで、まあ、6人狼っていう線もちょっと大きいんかなって思って、まあ、6、4、2ですかね。はい。以上です。6番のプレイヤーが発言します。いや、一ついいですか？今日僕釣りの流れになりますっていうのがまず第一印象で、あと、7番さんごめんね、プレッシャーかけて、5番さんが騎士に白刺さってないのと、あとは、明日5番さんが騎士以外に白刺すか、あとは黒見つけてくれるか、プレッシャーかけて申し訳ない、盤面的にね。ちなみにね、じゃあ俺がローだった場合って、ちょっと俺も今考えてみたんだけど、なんかこんなまどろこしいことしちゃったかなと思ったんだけど、あ、釣り切りはもう全然伸びますよ。けど正直、俺は2から行ってほしいっていうのがね、正直なとこなんだけど、村として釣れないのかな。お店4番はもうローラでいいよってさらって出てきたから、ないと思うんだ。で、今日だ、強人だと、あって今日というか強人だと思うんだよね。で、2番さんがローだと思ってるんだけど、で俺は仮に人狼だった場合ね、あ、じゃあ確実に強人が出てるとこ、人狼出てる、真が出てるとこか。で、に人狼として出ていくってことでしょう。いや、だったら、7番さん強人置きして、霊能に、真、強、真、狼っていう方が絶対に生き残れる可能性高くない？真、狼、真、狼、違うな。狼が絶対生き残れる可能性、ごめん、そこはちょっとバカだからわかんないんだけど、もし俺が狼だったら霊能スライドはしません。分が悪いからって、いや、7番さん強人で見れば別にいいだけの話じゃないのっていう話に僕はなっちゃうんで、僕は、2でローだ、2がローだと思ってるんで、僕目線。2番さんから釣ってほしいってあるんですけど、けど釣り切りはもう伸びます。そうしたら2人ぐらい釣れるんで、僕目線。まあ、僕目線というか、ま。7番のプレイヤーが発言します。まあ、今日は2番さんから行きましょう。6番さんが狼だった場合って、まあ自分で言ってたけど、俺を強ロックして、2、4で、じゃあロラしましょうよって言っておけば、6目線っていうのは、まあ狼が、まあまあ、どっちにしろ釣れんの強人なわけだから、全然いいわけなんだよね、多分。で、まあ、まあ連絡釣り切るんだけれども、6番あって強なのかなって気はしたかな。2番がローだと思った理由っていうのは、2番さんってあの盤面6が俺に白刺してて4が出てるわけでしょ。2目線っていうのは4が狼って限りなく薄いと思うんだよね。1周目あの盤面でいきなり4が霊能使用ですって言ってるところから、そこは2は4の強を追わずに4の黒あるかな、そうすると6の死になるよねっていう考察がね、
ちょっともうなんか4黒打って6の新上げして俺を2攻めに見せようかなって思ってる人狼なのかなって思ったかな。まあ現状基本は釣り切るんで、まあ、今日は2番さんから票を合わせていきましょう。で1番さんがねグレーの中で一番気になったんだよね。もう1番さん占うと思ってるから1番さん騎士ならすぐ出てきてもらいたいかな。もうこの盤面あれだからもう騎士は正直噛まれるのも仕事だと思ってるからね。1番さん俺は明日占おうかなと思ってるかな。もちろん今日の発言聞いてどこ占うか決めるけど明日ね。そうだね。まあ、占い値そうだな。ちょっと1番さんっていうのが、その、結局、占い精査はあの場面6、7で何もつけずに、3、5印象つかずって、なんで3、5の話をしたのかなっていうのがすげえ気になったし、グレーと限りなく字がおかしいと思ってたかな。8番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。これはあれだよね。7番さんが死んってことになるんだよね。6番さんが霊の空だから。ねえ、まあ2番行くと。うん。まあ正直、246、精査は僕は全然ついてないよ。全然わかんない。うん。ただまあ6番さんが、まあ6番さん、7番さんも言ってる、その6番さんがスライドしたっていうので、うん。まあローはない。うん。まあ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 、それはわかるけど。うん、とりあえず本日は順番的に言ったら246の順で行くのかな。釣り切りってなると、まあ分かんないけど、とりあえずまあ7番さんも2行くっつってるね。僕も2行きますけど、うん。でまあ僕目線も913に、もう一人狼ってなるのかな。でとりあえずまあ246釣り切って、その間にまあ7番さんにその辺占ってもらったらもう村勝てるんじゃないと思ってるけど、うん。はい。そんなもん。そんなもんというか。ちょっと発言が伸びない。どうしよう。本当に、なんかさっきも、誰だっけ？誰かしらに言われたけど、うん。なんか、発言伸びてないね、みたいな。うん。だって、どういうあれなんかな？どういうあれなんかな？だってもうこれって結局もう村勝てるんじゃないの？普通に釣り切って、で、グレー占いとかして、で、もう黒出たらそこ釣ってで終わりでしょ。うん、そうだと思ってんだけど。はい、2行きます。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。7番と5番はもう白確定じゃんね。もう7番さんが2番さんに行くって言ったから2番さんに行く。行って次4番さんかな。6番さんはスライドする、ローだったらスライドする必要ないもんなって考えちゃうから、とりあえず24でやれば、いいかなって思ってる。まあ、相変わらず4番さんは私と8番さんが少ないなっていうぐらいしか言わないなって感じだったかな。まあ、とりあえず今日は2番さん。で、正直8番さんの発言も聞いてなかったな、今ちょっとうとうとして。なんか2番さんには悪いけど、2番さんに行きます。余計な動きをする狂人がいるのか、真なのか分かんねえけど、ほんと余計な動きするんだけど、発言します。俺がロラされることで、なんで3年を3人にするの、わざわざすらね。そこが隠しろか。そうか。まあいいや、もう疲れたわ。早く終わって、一応なって。普通に6番、狂人なんじゃないのって思って、そこ結構5番さんは6から行くって言ってたけどね。で今日は、別に順番はどうでもいいんで自分も2から行こうかなと思いますが、はい、グレー1ですね、残るは。いや正直この盤面は、本当霊能にしかみんな触れないから全然わからないですね。2番のプレイヤーが発言します。みんながなぜ6番を狂気するの、勝手に。どうだってあるよ。占いで不利だからスラしてるっていうこともあるんだけど、今日でもローでもどっちでもできるんだけど。占い師が役に立たないんだから、その占い師の言うこと聞いたら村負けるぞ。釣らしたやつを釣らない村ってあんのか？確定人外だぞ。これローだったら大きいぞ。
どうすんのこれ、ローだったら。ローだったらもう最後に生き残るってことだぞ。ずらした人間は釣るべきだよ。うん。当たり前だろ。生存欲がやたら強すぎる。ずらした。それにもかかわらず何も聞き目、占い師の話なんか無視しとけ。もう。どうしようもない占い師なんだから。一占っても白しか出ないだろう、多分、おそらく。一でも占っとけ、もう。村負けりゃいいと思うわ、こんな村。ずらした人間釣らない村なんて俺ありえねえと思うで。俺無言で、遺言残さないからな、何もね。俺もう知らんからね、遺言残さないよ、もう俺。全プレイヤー。その疑いには、どんな根拠があるのか。余計なことやんなくていいのに、なんでやんの、俺。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより夜が更けました。人狼に気をつけてください。なんでラインも切れないの？この人もこの人で。なんでライン切れねえの？もう、やる気ないなら自爆してくれよ、もう。やる気ないんだったら自爆してくれよ。わかる？あなた占われ位置に入っちゃダメなのに占われ位置に入ることしてるってことはもう負けだでしょ？どっちが強人だよ、センスがないのはよ。ほんとに分かってくるわ。一名の方が亡くなりました。もう自爆しろよ、占われ位置に入ってよ。もうやる気ねえだろう、占われ位置に入ってよ。自爆してくんねえ、もう。なんで6投票してんのよ。早く自爆してくれない？もう、やる意味ないでしょ。何の意味があんの、この話聞いて。もう終わったでしょ。もうやらなくていいことまでなんでやってんの、もう。いや、もうなんで自爆しねえの？これ。なんであんな投票してんの？いや、もう自爆もしないんだもん。自分のパッションを感じて。いや、もう自爆もしないから、あの、もう占い位置に入る6投票してんだよ。そうなりましたか。早くしてくれよ、もう。なんだろう。ほんと、勝率度外視でゲームを楽しむっていうのは、こういうことなんだろうな。っていう、プレイですよね。強人が何やってんだよってことなんだよ。ゲーム終了。強人が何やってんだよ、もう。強人が何番だよ。